今回は海の皇帝になれなかったキッドトローに対する読者の反応集を紹介します。二人も四皇倒したのに、海賊団の規模、海賊団としての規模が足りない。ルフィのとこは四皇最高幹部クラス4人ゾロ、サンジ、ジンベイ、もし入るならヤマト。飛び6クラス3人ロビン、フランキー、多分ブルック参加2億超え4人含む5600人だからな。ローキッドの一味じゃ皇帝を名乗るには規模が心もとないよな。それにドレスローザや桜王国、ウォーターセブンらは人によっては麦わらの縄張りみたいなもんだろからね。こうして見ると麦わら大戦団でけえなぁ。これは四皇。それと領地。麦わらのルフィ率いるロー、キッドって報道されてそう。身の役ネタとしてのヤバさの魚、いやまあオペオペも十分役ネタとしてやべえけど。タイマンで倒すのと協力して討伐するのとでは、格が生まれるのでは。というよりもやっぱり持ってる兵力が団地なんだよな。事件性のヤバさ、ルフィはエニエスロビーとインペルダウンとマリンフォード制覇してるし。四皇が一番響きいいからじゃない、六皇だと六皇おろしみたいだし。やっぱり俺がナンバー2って戦力的に問題なのかな。対象の攻撃防いだり世界最強の斬撃止めて。数論も踏まえたら十分に強いやろ。自信持て。お前の数論でなかったじゃねえか。今回が不自然じゃない最初で最後のタイミングだったろ。キッドが怒ってたけどもしかして三同盟のリーダーがルフィってことにされてたりしたからなのか。麦わらが自分の上に立ったから倒そうってことじゃない。キッドは最初から四皇倒すことだけ考えてただけ。カイドウ倒したのも四皇だったから他に理由はない。だから四皇になったルフィを倒しに来た。おそらくルフィが四皇になったからこいつを消して成り代わる的なノリじゃない。これならいかにも超武闘派なキッドらしい考えだと思う。モルガンズならやりそうではあるな。なんならルフィの参加ってことにされそう。一応ルフィは四皇倒す前に五皇扱いだったから。エニエスロビーインペルダウン頂上戦争乗り込んだやつと同格なわけないだろ。キッドは知らんがローはロッキーポート事件とかいうデカめの事件起こしてるっぽい。ルフィは億超えの賞金首複数抱えてる上に数千人規模の戦団あるからな。組織力だけで言うなら数段格が違う。皇帝と呼ばれるには部下の数も力もそれによって生まれる世界への影響力も足りない。まず四皇になったの自体がモルガンズがやいのやいの騒いでって流れだろうし。一番箔がつくスキャンダラスな対象として狙い撃ちするのはそやルフィよ。別に四皇にしたのはモルガンズだしな。海軍としては三人並べてルフィ目立たないようにしたのに勝手にモルガンズが二箇写真にして D もそのままにした。四皇に決めたのはさすがに政府じゃないの。政府も七部会海軍に並ぶ勢力として四皇って言ってたし。海賊としての規模数の不足が原因、だとしても、二人がかりとはいえ、四皇ビッグマムを産んで倒すのは不可能。そもそもがルフィ、ロー、キッドの三名ともに30億の懸賞金同額の説明がされていないからもやもや感が払拭できないでいる俺。強さだけで選出されるならミホーク、ウィーブルとか単独で強いのもいくらでもいるだろうからな。それに二課のことも踏まえるとルフィだけ飛び抜けた懸賞金にはしづらいでしょ。本来なら D 外して二課ルフィじゃなくて通常のルフィの背負うとしてたしな。強さだけで四皇かどうか決まるなら多分ミホークやウィーブルも入るだろうからな。仮にも海の皇帝なんだから強さもそうだけど将として動かせる兵力の大きさも大事だろう。極端に言うなら海軍本部と総力戦で戦闘した時最低限戦争と呼ばれるくらいの兵力を持ってないとダメだろうな。今のローキッドの海賊団の規模じゃ全員で乗り込んでも戦争と呼べるだけの戦いにはならんだろう。短期兵力は強いけども。クルーの問題じゃない、ロビンちゃんがいるのは無視できなかったんじゃないかな。二人とも縄張りとかなさそうだしね。キッドは同盟会議時の小さいアジトなら持ってたけど国とか集落みたいな縄張りはあるかわからんもんな。カイドウさんに捕まってはの国にいたから帰れてないだろうけど。三人は手を組むことが多いので一番ヤバそうなのを四皇認定したのかもしれない。四皇になった頃の黒ひげだって22億だし懸賞金額で言えば十分四皇クラスだ自信を持て。懸賞金が三人とも同額なら、六皇で矛盾はしない。覇王色の使用者が今ではわんさか存在するのと同じだろ。四皇は希少であるべきだが、四人にこだわっていることに矛盾を感じる。そもそもが覇王色に希少価値さえなくなっているのにね。六皇言いにくくない。バギーが四皇に入れたのが答え合わせだと思ってるんですがね。キッドは鉄を与えれば映画のバレットみたいに島一つ飲み込むとかもできそうだし、ローはオペオペが強すぎる。ただし二人とも点を割れなさそうだからしゃあない。覇気を鍛えろ、覇気を。四皇を倒したという面ではキッドもローもルフィも一緒だから懸賞金が同額なのは妥当だと思うけど。飛び六皇以上を倒したのは主に麦わらの一味だし、海賊団としては麦わらの一味が頭三つくらい抜けてるでしょ。ルフィは後半とはいえタイマンでの勝負で決めたからな。ルフィたちは世界政府の旗打ち抜いたり天竜人ぶん殴ったり D がいたり脱獄させたり七部会も数名倒してて政府側からすればかなり凶悪。ローも七部会は倒したけど単純に規模が足りないのと。
麦わらの一味と比べるとそこまで危険がない。途中まで七部会になるためにうまく立ち回ってたから、きっと海賊団は危険な部類だし懸賞金が高いキラーがいるから規模はそこそこだけど、七部会と肩をしてないし、きっともろうも実力はせいぜい4校ナンバー2あたりだろうから、そりゃ4校にはなれない。七部会二人倒して世界政府の旗ぶち抜き相手、大監獄の囚人たち脱走させて海軍本部で暴れ回って、2年後に力つけてまた七部会一人倒して4校一人ぶっ飛ばした男と比べるのはひどくない。麦わら海賊団で恐ろしいのは、今ではみんな強いけど、なんたってゾロでしょ。仲間でも脅威だよ、あの精神力は異常。個人や一海賊団としての強さではないんだよね。現状麦わら海賊団を組織として見ると、難攻不落の天然要塞にして古代兵器とコーネグリフと回廊石のアルワの国を乗っ取り、侍と街道の元部下を味方につけ、古代文字の読めるニコロビンが団員入りしてる上、部下も世界中に散らばって現在進行形で悪名を轟かせてる。歴史から抹消したはずの伝説の太陽神の化身が率いる海賊団か。政府の人かわいそう。最悪の世代の億超え賞金首のキラーが部下にいる時点でまだギザ男の方が可能性がありそうまである。海賊団としての規模が小さすぎるよ。四校になるにはきっともろうも覇気が足りなさすぎる。能力に関しては十分すぎるくらい開発済みだから、あとは点を割れるようになろう。船員の人数より影響力と支配権の広さじゃないか。きっともろうも一つの船に勢力固まってるけど、ルフィは船団が勝手に散らばって勢力伸ばしてる。ここを扱いされた時もビッグマムの縄張り荒らしたプラス大船団の存在も判断材料だったっぽいしね。やはり海の皇帝を名乗るならそれなりの規模の兵力を有してないと名前負けになるんだろう。まあルフィは別に名乗る気ないんだけど、勝手に麦わらの名を広める海賊が約2名ほどいるからな。バルトロメオとケベンディッシュのつもりで行った海賊団が2つって行った方が良かったかも。やっぱり起こした事件のインパクトと組織力が足りないんじゃないか。バギーのところも元ロジャー海賊団船員のネームバユー、海賊派遣会社総帥の組織力、インペルダウン脱獄事件批判と書き出せば素質十分だし、ロートキッドは参加もいなければ、奥越幹部たくさん揃えてたり、ロビンみたいな曰く付き重要人物も抱えてないし、逆に悪魔の実のポテンシャルで言うと格落ちしてる感じがする。キッドがこのラインにまで並べてるのは好き。考察ネタだけど、金属以外にも磁気を付与できるってのと、ほとんどの島に磁気があることから磁気磁気もヤバい実なんじゃないかとは言われてるな。別の漫画の話になるが、とある重力使いは磁場の強いところをめぐり自身の力の源が星の力と突き止めた。もし、キッドの悪魔の力が同じ性質を持っているならば、星そのものの力を操ることができる。ベガバンクの話を拡大解釈するなら、キッドがそう信じれば可能かもしれない。もちろん、反動もえげつないので、相応の耐久力とコントロール力は必要だろうけど、覚醒技使えばワンチャンバレットみたいなことできるかもしれん。ぶっ壊れ性能だし、余震場それできなくても相手に磁気付与して高速かけてフルボッコっていう卑怯な戦い方もできるな。ログボースが磁気をたどるんだから、磁気磁気の実が何か重要な鍵を握ってても不思議じゃないのか。これうっかり3人まとめて倒されたら90億ベリーで政府財政破綻しない。そもそも億超えを捕まえられる奴が海軍と海賊以外に存在しない世界だから全く意味のない数字。